自分で心がけてるのは絵を 100% で仕上げるんじゃなくて、まあ、7割方ぐらいで止め置いて、この街に暮らして、画家大賀文博、松山市出身。大阪の専門学校で絵本を学んだ大賀さんは10年前関東に拠点を移しました。自らを極限まで追い込んで描かれた作品は、悲しさと温かさを持って見る者の心に響いてきます。冬ごもり、玉子の穴蔵での生活は1万光年先の星々に手紙が届くまでと決めてある。返事の戻るその倍の時のことまで考えているのだろうか。もう僕の絵って、心象風景とかそういう人物描いてるんで、何か対象を見て描いた絵じゃないから結構分かりづらいって言われるんですよね。まあ、自分で心がけてるのは絵を 100% で仕上げるんじゃなくて、まあ、7割方ぐらいで止め置いて隙間を作って、見る人がその中に入り込んでくれるような、で見る人、凍った人が初めてこう完成に持っていくというか、やっぱり 30% の隙間がないと人の手には絶対渡らないと思ってます。まあ、そういう不思議さが絵にはあります。